皆さんおはようございます。ヨッシーです。今日も PUBG モバイルやっていきたいと思います。はい、皆さん今日もよろしくお願いします。ということで今日はですね、前回アップデートで強化された武器をね、実際に使った感想などをねお話ししていきたいと思います。よかったら最後まで見ていってください。それでは行きましょう。はい、ということで一つ目の武器、QBZ。 はい、この武器どうなったかというと、ダメージを情報修正しました。もともと41だったダメージが42に上がりました。さらにリロード速度を情報調整しました。はい、コンバットリロード、残弾数なしのリロードですね、これが速くなった。タクティカルリロード、これは弾が残ってる、マガジンに弾が残ってる時のリロードが速くなったということで、両方とも速くなりましたよっていう感じで、最後に、リビックでも落ちるようになりましたという話です。はい、でこの QBZ をね、実際僕が使ってみて思ったのはですね、めちゃめちゃ安定して強かった。うん、なかなかね使うことなかったんですけど、この武器ね結構いい。うん、こんなに使いやすいんだっていうのを、改めてね知りましたんで、ぜひね皆さんもねこれ使ってみてください。うん、なんかね416の代わりとして使っても全然ねうまく使えるんで、これはおすすめの武器になっております。はい、ぜひ皆さん使ってみてください。このなんか銃声が特徴的だよね、どちらかというと。この音、この音がすごい特徴的な武器ですね。はい、これはすごく僕おすすめな武器ですね、ぜひ使ってみてください。はい、ということで次の武器いきましょう。はい、次の武器はファマスですね。はい、ファマスは、移動中の、射撃のばらつきを 20% 減少しました。水平リコイルの最大値をやや減少しました。リロード速度を情報調整しました。コンバットリロード、マガジンに弾が入ってない時のリロード数が速くなった。タクティカルリロード、これはマガジンに弾が残ってる時のリロードが速くなったということですね。はい、さらにエランゲルでも落ちるようになったということです。このファマスについてなんですが、この武器ね結構暴れるんですよね。なんでちょっと遠くを狙うとこの横ブレに対応できなくて難しかったりする。ちょっと遠くを狙うとき、横ブレが発生して狙いにくかったりしますね。ただまあ中距離、割と近距離で使うとこの連射速度が速いので、なかなか強い武器だと思います。はい、なのでちゃんとした距離で、戦うことによってかなり力を発揮する武器だなと思います。はい、ぜひ皆さんも使ってみてください。はい、では次行きましょう。はい、お次の武器はウージーですね。このウージーも強化されております。はい、どういった内容かというと、移動中の射撃のばらつきを 30% 減少しました。武器を出す収める速度を 35% 加速しましたということで、ウージーね今回僕あんま使ってないんでちょっとね説明できないんですけど、まあこれに書いてあるのを見ると、横移動しながら撃つ射撃のばらつきっていうのが抑えられているということで、まあ、近距離で強くなりましたよね。はい、横移動しながら撃つのが強くなったということですね。さらに、武器を出したり収めたりするのが速くなったということで、まあ、近距離での対応力が上がったということだと思います。はい、ぜひ皆さんウージーも使ってみてください。はい、では次の武器いきたいと思います。 UMP45 ということですね。どのようになったかと申しますと、移動中の射撃のばらつきを 20% 減少しました。ダメージ減衰を、減少させ、遠距離でのダメージを向上させました。武器を出す収める速度を 35% 加速しましたということで、このウンピーに関してはねもともと強かった。うん、もともと強かったのにさらに強くなったということで、これはね結構やばいと思う。はい、これね使っててもやっぱ強いなって感じます。はい、で移動中のばらつきなんで、また横移動しながらの射撃の安定性が上がったよということと、遠距離でもダメージが出せると、少し距離が空いたところでも、ダメージを出すことができると。はい、でさらに、このように出したり収めたりするのが速くなりましたよという感じですね。この UMP っていう武器はめちゃめちゃ強いんで、ぜひ皆さん使ってください。これは強い本当に。はい、ということで次行きましょう。はい、最後に紹介する武器はこちらですね。 PP19 ということですね。どのようになったかと申しますと、
ダメージ情報調整しました。35だったダメージが37になりました。で、移動中の射撃のばらつきは 20% 減少しました。で、さらに、銃器を出す、収める速度が 35% 速くなったということですね。はい。ということで、PP19 はね、あんまり使ったことないです、これも。あんまり使ったことないんですが、やはりこの横移動、移動しながらの射撃が安定するようになったと。はい。さらにダメージも上がっているんで、まあ、強いんじゃない？わかんないな。あんまり使わないからわかんないけど、この PP に関しては、残弾数がめちゃめちゃ多いんで、うまく使えば相当強い武器かなと思います。さらに、ダメージも情報修正されているんで、なかなかいいんじゃない？うん。なかなか強いんじゃないかなと思いますね。はい。ということでね、この武器たちがアップデートで強くなっておりました。ぜひ皆さん、ご参考までに、いろいろ武器を使ってみてください。はい、ということでね、この情報良かったよって思っていただけたならね、ぜひ高評価ボタンを押していってください。お願いします。ぜひ、良かったら高評価ボタンをお願いいたします。はい、あとチャンネル登録も良かったらしていってください。ということで、マッチの方に行きたいと思います。良かったら最後までご視聴ください。それでは、どうぞ。はい、マッチングアプリしていきました。皆さんよろしくお願いします。ということでやっていきたいと思います。PUBG モバイル、よろしくお願いします。ということで、1番さん降りてください。ありがとうございます。なんかいるぞ。こんなか、ボットか？OK、倒していく。あれ、人間だ。これ人間ですね。OK、倒していく。OK、倒していく。なんかいたもんね、今完全に。はいはい、誰かやられていく。OK、倒していく。マジ？やべ、やられた。やられちまった、味方が。どこにいるんだろう。奥か。これ奥の奥でやってるな。あ、中だ中だ中だ。この中にいるわ。オッケー。右から回ってくる。オッケー、倒していく。勝っていくんですね。はい、ということでナイファイ GG でした。なかなか緊張感のある戦いでしたね。はい、ということでドンカツすることができました。本日の動画は以上になってます。また次回お会いしましょう。じゃあね。バイバーイ。